はい、ということで36日目のスタートです。はい、ということで到着しました。大樹町のあれが JAXA のね、なんかプラットフォーム実験場があります。で、こちらにですね、大樹町の空、ね、宇宙交流センターがあります。早速行ってみましょう。すごー、すごい。はい、ということでね、今飛行機見て、あれがあのインターステラーが使ってる飛行機みたいです。で、ここから先はね、JAXA の、ね、駐車場なんで、関係者が立ち入り禁止になってます。今ね、お兄さんに聞いたんですけど、まあ本当にここの大樹町がですね、これから宇宙の、ね、開発でどんどんね、進歩していったら、もしかしたらこの周りがすごいことになってしまうかもしれないっていうお話を聞いて、夢があるなと思ったんですけどね、今世界からね、ここの北海道が注目されているみたいなんで、ちょっとね、それは個人的にちょっと興味のある話だなと思いました。すごいよ、大樹町の街から宇宙へ。宇宙交流センターに行ってみましょう。はい、ということで中に入ってきましたね。こうやって飛行船がね、どうやってできたのかとかね、こういうのが歴史を学ぶところになってます。宇宙、こんな感じです。すごいね。なるほどね。ちょっと中見てみたいと思います。おお、すごい、すごいね。こう宇宙のことを学ぶことができる。すごいよ、作ってるんですね。すごい、こんな感じで見れるようになってます。ここではね、なんかビデオがやるんですね。こんな感じで、ビデオが見れるようになってます。宇宙航空研究開発機構 JAXA は宇宙航空分野の技術革新に取り組むとともに、はい、安全で、まあ、興味ある人は見に来てみてください。こんな感じになってます。熱帯林と伐採減少の監視が森林減少の抑制による気候変動の緩和に生かされます。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ということで日本全国アイスの旅、本日来たのはこちらです。じゃじゃん、サンタのひげです。まあ、こちらですね、行ってみたいと思います。あ、スプーンは1本でいいですか？メロン。